二王門高動聖徳殿の聖徳殿、の奥殿イカルガ寺は兵庫県伊母郡大使町イカルにある天台宗の寺院。3号はイカルガ山。震災国33箇所第32番札所。伝承によれば、水戸天皇14年、聖徳大使が水戸天皇から播磨国伊母郡の土地360丁部を賜り、大和国イカルガ宮から移住し当地をイカルガ荘と命名。 マンドコロと寺院を混流したとされる。これが、イカルガデラの始まりと伝える。水古天皇十四年に、聖徳大使が水古天皇に、ホッ行を抗議して、ハリマ国の水田を賜ったことは、史実と認められ、その縁で当地にイカルガデラが建てられたものと思われる。長らく七道河乱と数十の防案を誇る、大寺院であったが、室町時代後期の天文1年4月7日、 はり国に攻め込んできた、出雲国の守護大名である天越の戦果を受け、怪人に返した。後に、辰野城主、赤松正秀とその子、赤松広氏 A、中高、楽楽山炎章寺の延鉱院、正仙などの発願で徐々に復興していった。また復興を機に、従来法隆寺別院であったのを、天台宗へ改めている。豊臣秀吉から三百国を寄進され、 江戸時代には、歴代将軍の御守院地となった。以上三尊は行動に安置される秘物で、2月22.23日の大意識に開帳される。これらの像を、鳥物資の作とするのは、伝承に過ぎず、実際には、室町時代のイカルガデラ復興時の造流であるが、着衣の形式などが古様で、アス時代の小像を手本に作られたものと推定される。代の聖の徳は、 イカルガの連の花とか掘るなりけり、郵便番号671-1561兵庫県、伊保郡大使町イカル709姫路駅前から、新規バス、イカル経由立つの駅乗車、イカルバス停下車、北西へ徒歩200メートル。ありがとうございます。